is Andrew Thompson. あと3度のグランプリはいずれも惜しまれての初戦。これが一つ不気味ですね。本当に去年のですね、はい、サムグレイコとの一戦、あれは今でも本当に金的じゃなかったと、はい、反則じゃなかったってもう本当に恨みで思ってますからね、今年はそういう意味でも、ね、何が何でも東京ドームに行きたいと思ってますから、この1年です、ね、その悔しさを見返すことばかりを考えてきた、はい、そう語っていたステファン・ネコ、相手はアンドリュー・トムソンです。それぞれのコーナーに分かれて第1ラウンドのゴング、ステファン・レゴ対アンドリュー・トムソン、福岡トーナメントその初戦です。まあ、レゴ選手はですね、はい、とにかくチャンスがあればもう早く片付けて決勝に上がると言いましたから、そうですね、いきなり来ると思いますよ。まあ、このアンドリュー・トムソンに対してステファン・レゴに話を聞きましたら、割と早く試合が終わってしまうんじゃないかと、早くも KO 勝利宣言も飛び出したステファン・レゴ。まあ、ただ体格がでかいですからね、右のストレート、はい、ステファン・レコの武器はあの重い右のストレート、はい、そしてバックハンドブローです、ここですね、得意技を出しますね。第1ラウンドから早くもステファン・レコがその真骨頂を発揮しています。とにかくステファン・レコ選手は右が得意なんで、はい、このアンドレ・トムソンは非常に酔ってると思うんですよね。石井館長、やはりこのステファン・レコという選手はグランプリで上位に進出してきてもおかしくない実力の持ち主ではありますよね。もう本当トップファイターですよ、はい、ベスト8ファイターに本当にね、もう一人入れるんであればぜひこのレコードやりたいんです。そうですね、右のストレート、今度はアンドリュー・トムソンだ、ね、ステファン・レコ取りました。そしてミナッパーです。いきますね、トムソンも。テコンドーで南アフリカ大会を制したアンドリュー・トムソンの左の下、さあステファン・レコが追い込まれました。シーンもありました。ただ冷静に見てますね。まだ大丈夫ですか。大丈夫です。右のカウンターをかぶせていくステファン・レコ、そして今度は左のハイキックです。やっぱね、トムソン必死ですね。これだけ体格差がありましたね、やっぱスーパーヘビーなんでトムソンは、レコ選手どっちかというとクルーザーのウェイトなんですね。そうですね、だ一発当たればレコ選手も危ないですよ。右のローキックを2発出しましたが、アンドリュー・トムソンが前に出てきます。この膝蹴りは特に怖いですね。トムソンのゴールから前、アンドリュー・トムソンはこれでいいんですね、はい、引きずり回して振り回さないって、リズム狂わさないと、はい、成功でいったらやっぱり実力的にはレコ選手がずっと上なんです。そうですね、そうすると石井監督ある意味こうパワーに物を言わせてと。そうですね、ラフアイトに、ラフアイトに右のストレート、いいですよ。アンドリュー・トムソンです。拡大してますね。体格差が10センチあります。ステファン・レコが188、アンドリュー・トムソンが198、思った以上にトムソン選手は右ストレートが伸びてくるんですよね、はい、テコンドーの選手なんですが、非常に谷川さんパンチの技術もありそうな感じもしますかね。そうですね、もうマイク・ベルナードと戦ってからですね、はい、本当パンチの練習非常にやってますから、何しろマイク・ベルナードを生み出したスティーブズ・ジムから南アフリカ大会を制して、この日本に進出してきましたアンドリュー・トムソンです。レコは下から崩しかけましたね。ローキックから入ってますよ。右のストレート、今度は弾みをつけてステファン・レコだ。あ、切れた。ちょっと切れましたね。アンドリュー・トムソンの左の目の上が、はい、前の上ですね、切れましたね。赤いものも見られますが、アンドリュー・トムソン選手に、さあ第1ラウンド、ステファン・レコはあっという間に試合が終わるだろうよと戦前はそう宣言していましたが、だから僕なんかちょっと心配なのは、ステファン・レコってそういう気の強さがあるんで、それが逆に言うと満身になってですね、墓穴を掘るパターンもありますから、なるほどね、ちょうどスイスの大会で、はい、ステファン・レコ選手ダウン奪われちゃったりするんですよね、それもやっぱりいけると思いすぎちゃって、はい、ガンガンいったところを合わされちゃったんで、その辺だけ気をつけてほしいんですけどね、本来ならば昨年来本当に強かったのはこの俺なんだというその自負がステファン・レコの胸の内にはあります。もうプライドは高い選手ですよね、しかしアンドリュー・トムソンが左目の上の出血ですが、これはどうでしょうか。ちょっとかすんかもしれない。今ドクターがチェックをしておりますが、肉体的なダメージという点ではさほどないようにも見えます、はいはいはい、このパンチですか。さあ第1ラウンドも残り時間少ないが、ここで試合はリスタート。ステファン・レコがあるいはトムソンもいいですね、横屋のアンドリュー・トムソンの構成の前に互角の攻防か。激しい試合となりました第1ラウンド。レコ選手はローキックのように変えましたね、はい、あそうですか。やっぱ下から崩してます。あ今度はバックスピンを見せましたステファン・レコ。さあ時間がありません。第1ラウンド右のローキックを出したところで第1ラウンド終了のゴングです。しかしステファン・レコ、よもやの強敵を迎えたか。アンドリュー・トムソンも非常にいい試合をここまで展開しています。第1ラウンド終了です。第2ラウンドのゴングは効かないんではないか。
そんな強気なコメントさえも飛び出しかれなかったステファン・レコの宣伝なんですね。本当プライド高いですよ。そういうところが好きになりますからね、はい、しかし要所要所でやはりステファン・レコも、はい、アンドリュー・ドムソンに対してポイントのパンチは放っています。聞きましたよこのバックスピンキックの、はいはい、やっぱりあの正攻法でですね、体のでかい人に対しては下から崩していくと、はい、後半あのレコもようやく冷静にそういう戦法で変えてきましたね、さあ第1ラウンド、セコンド第2ラウンドを迎えることになってしまったのはステファン・レコの方か。試合は大きく第1ラウンドから動いています。ラッキー第2ラウンドのゴングが福岡の地にかき鳴らされました。第1ラウンド展開は谷川さん、まだどちらの有利という感じはないですね。後半はやっぱりステファン・レコですね。確かにもう、はい、聞いてますよ。石井館長からもありましたが、この右のローキック、そうですね、これがどうやらアンドリュー・トムソンに対して有効だとなりつつあるようです。トムソンはですね、きちんと思うんですけど、はい、1ラウンドで我慢しないとダメですね。あ、もうこれ石井館長明らかに変わってきましたね。右のローキックを連発し始めています。テコンドーという競技は谷川さん、ローキックがないんですね。ある意味このアンドリュー・トムソンはローキックに対してはまだまだ発展途上という段階ですが、そのあたりを見越してきたかステファン・レコ。ローキックからのコンビネーション、アンドリュー・トムソンのプレッシャーはどうでしょう。いやもう本当にレコがリズムで左のストレート、そして右のローキック、対角線のコンビネーションでステファン・レコリズム乗ってきましたよ。第1ラウンドアンドリュー・トムソンのカット、長さはないが深さが少しあるそうです。もう一回出血がひどくなることもあれば試合が止まる可能性もあるというドクターの判断です。第1ラウンド、アリオスケ、これは怖いですよね。アンドリュー・トムソンの右パンチを前ですからね、スティーブン・ジルは。しかし石井課長、これステファン・レコも楽に勝てる相手ではないという感じもしますがね。もちろんあの2メーターですね、120キロぐらいあってですね、はい、これトレーニングずっと積んできてるわけですから、はい、やっぱりあのアフリカ地区でですね、まだまだ未開発とはいえトーナメント勝ち上がってますので、一発当てれば倒れるパンチ持ってますよ、はい、感情したらうまいですよね。右の方が効いた、じわりじわりと効いていた。もうまっすぐこの右の方が効く、アンドリュー・トムソンを仕留めたか。カウントが進んでいく、ファイティングパートを取った。あと一つは試合は16ラウンド制、あと1回このラウンドでアンドリュー・トムソンがダウンを喫すればその時点でレコのノックアウト勝利が決まります。足は欧州最強の伊達男、ステファン・レコ1回戦突破、準決勝進出、マイク・ベルナルドと対戦します。もう真っ直ぐですね。2ラウンド1分50秒ステファン・レコ選手の PO の出血が見られます。しかしそのパワーというのも確かに光りました、アンドリュー・ドムソン。そうですね、しかしそれを、はい、レコ選手はやっぱりパンチを本当倒したかったと思うんですけども、最後やっぱりローキックですね。最後はある意味テクニック経験で仕留めたという感じのステファン・レコ、あの右のローキックが、必殺の右のストレートはある意味封印して右のローキックでアンドリュー・トムソンを仕留めました、まあ、それだけトムソンが頑張ったってことだと思いますけどね。そうですね、はい、欧州最強の伊達男ステファン・レコ、福岡トーナメント1回戦は2ラウンドノックアウト勝ちでアンドリュー・トムソンを下しました。準決勝ではマイク・ベルナルドと対戦します。ステファン・レコです。